ね、ナータンがちょっと結構ぐずってたんですよ。なんか何にしても泣くみたいな。もちろんニコニコ笑ってる時もあって、ずーっと泣いててっていうわけじゃなくて、まあ朝からご飯一緒に食べて、でちょっとぐずったから寝かして、ですぐ起きてふわふわふわ言ってたから、まあ、遊んで、でまたふわふわ言ったからまた別に、これ行って座らせて、またふわふわ言ってたから、でまあそういう感じで、まあね、一日中ずっと泣いてたとかぐずってたとか体調悪いってわけじゃなくんですけど、まあ、結構何かがあるにつれてずっとぐずったりとか、まあ、そんな一日ですごい疲れたって言っていいのかわかんないんですけど、なんか自分が怠けてんのかなと、やっぱ上にはいる、上にがいるし、なんか自分ごときで疲れたって言葉を言っちゃダメな気もすごいしてて、育児してるしてないに限らず、でもなんかすっごい胸が苦しくて、ナータン今日楽しかったかなとか、今日ずっと泣かしちゃってたかなとか思って、ちょっと気分が落ちちゃったので、それも記録に残そうかなと思いました。生後8ヶ月になってだいぶね、なんだろう、起きる時間が長くなってきたんですよね。なのでこうやってぐずる日もあると、やっぱ作業も止まるし、メンタル精神面でも結構来るし、で夜もね、なんか夜泣き、急にこう泣き始めたりとかするんで、睡眠時間もしっかり取れてないのかなと思ったりするのと同時に、やっぱり 2,3 ヶ月って本当寝れなくて必死だったから、あの頃と比べて今ちょっとなんかぬるくなってんじゃないかなって思って反省したりとか、まあ、いろいろそういうの含めて、なんか今の自分はすごい好きじゃない、頑張ってない、でも前に疲れてるっていう、なんか感じがしてすごく辛いですね。まあ7月からは頑張ろうって今思ってるけど、果たして本当に頑張れるのか。頑張ってる自分が好きなので、やっぱ自分のことを好きにならないと、まあ、生きてて辛いっていうか楽しくない気がするので、今の6月の自分をなんか、尊敬できなくて、育児においても仕事においても、まあ、なので自分が好きな自分になれるように、自分の憧れてる自分、好きな自分になれるよう努力をね、7月はしていきたいなと思ってます。なんかすごく体がだるくて、重くて、眠くて、ズーンっていう日々をなんか過ごしてて、それで毎晩、あーなーたんは今日楽しかったのかなとか、つまんないよ、お腹すいたよ、やだよっていう感情の方が多かったの。毎日一日一日を本当に大切にしていきたくて、赤ちゃんってあっという間に成長しちゃうし、もう今でさえ本当に8ヶ月なんかあっという間なんで、あと何回抱っこできるのか、あと何回ミルクをあげられるのか、あと何回は口にあーんできるのかっていうのをね、後悔しないように生きたい、自分の好きな自分になれるように頑張りたいなと、ちょっと思って夜でした。ちょっと自己肯定感が低いと結構メンタルやれるんで、自分自身で自分を褒めていけるような自分になれるよう頑張ります。他の人からもすごく応援してもらったり、ね、この感謝の気持ちを常に持って、みんなを幸せにできるように頑張ります。
じゃあ皆様ちょっと一人語りでした。こんなしんどい自分も記録に残したくて、自分の足跡としてこの動画 YouTube ではありのままの感情や気持ちを記録にして自分の足跡をつけていきたいと思います。皆様本当に最後まで見てくださってありがとうございました。またね、一緒に頑張りましょう。